土屋さんがどうしてもやってみたい企画があると。誰もやったことがない、はい、デンジャラスな走行を、え4台のバトルを、あバトルしたいの俺は。だから、はい、こういう一流のドライバーじゃないと危なくてできない。なるほど。なかなか僕らもそれ見れないですもんね。見れない。このメンツでバトルなんてさ、うん、考えられない。考えられない。見たいね。これ多分世界中が見たい。僕らもこれ今生でこれから見れるってことでちょっとワクワクしてますんで、はい、よろしくお願いします。はい、準備の方、4人の方お願いします。はい、お願いします。お願いします。Thank you.
さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。かっこよかったな。迫力あったし、いやこれがやりたかったんです。やっぱこう超一流どころじゃなくて、他のドライバー使うと危なくてできないよね。本当にやっぱ本当にプロの中でもやっぱりレジェンドたちが一流じゃないと危なくてできない。そうっすよね。あんな近づいて、うん、何キロぐらい出てたんですか。この下りで190ぐらい。そうですね。いやいやちょっとでもスピードやバランス崩したらガシャーンですもんね。全損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 。ここで事故った。病院行く、うん、病院行く。ヘリで運ばれる。ヘリで運ばれる。だからこういうメンツじゃないとできないの、このイベントは。いや最後ね、本当土屋さんじゃなければ私あの近くで走れないですよ。こう、うん、ね、でもうね、さっき土屋さんも主って言ってたけど、私も半主ぐらいなんですよ、うん、半主。それで未だにでも土屋さんのラインが、ああ勉強になるなってラインが今何箇所もあったんで、へえ、勉強にさせていただきました。本当にありがとうございました。走りながらいろいろやっぱ勉強もしてくるんですね。そう、やっぱラインも変えるし。いや俺スケベ心はあったの。世界の荒いぶっちぎってやる。おお、マジでそういうふうに思ってたんですか。思って2周目はね、はい、ぶっちぎれないでくっついてんの。へえ。だからやっぱ世界の荒いはぶっちぎれなかった。なるほど。じゃあ続いてね、藤野。やっぱりあの軍勢を本気でアタックすることって自分は正直ないんですよ、ドリフトばっかりで、うん、なるほど。でも土屋さんと荒井さんに引っ張ってもらって、もう何回も危ない思いしながらまあでも何しろ楽しかったです。はい、楽しいよな。楽しい。運転してやっぱ楽しいんですね。楽しい、楽しい、楽しい。さあ続いて凛太郎くん。はい、僕はあの楽しむ余裕なんてゼロでその前についていかなきゃっていう、本当にもう目いっぱい攻めましたし、また僕がなんかブレーキでちょっとミスしたら、うん、4台全部でガシャーンって突っ込んじゃうっていう、うん、プレッシャーの方が絶対にミスはできないぞと思って。あ、そうか。ここに並んでる車全部帰ってこれないことに僕のワンミスでなったんで、一瞬の判断がもう一緒なんですね。はい、なんで結構あの集中して頑張ります。いやもうなんかここと皆さんが通るたびにやっぱこっちは湧くんですよ。やっぱそれがやっぱもう何十年か前にそのマジで峠で行われてたような試合があったんですね。昔は本当にこういうこのまんまがイニシャル D だったの。ね、この今撮った動画を見て、あ、かっこいい、自分もやってみたいっていうですね、新たなこの夢を持つちびっ子たち、多分世界中にいると思いますよ。そうですね、はい。まあ、だから最初は子供をやったこうゲームでさ、はい、ね、峠、そうですね、ザ峠でドリフトキング遊んでくれて、そこからやっぱり楽しいな、うん、で免許取れる年になったら免許取って車運転する、うん、ね、やっぱこうステップがあるよね。確かにね、まずはゲームで。そうです。はい、本日は皆さんどうもありがとうございました。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 さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。